人とも今日は収録お疲れ様。この後は仕事もないし帰宅しても大丈夫だよ。はーい、それなら遅くならないうちに帰りましょう。仕事で疲れたルイちゃんの帰りを待っとかなあかんし。ユウちゃん、 CM の一件以来ますますルイちゃんガチ勢が加速してるような。まあ仲がいいのは悪いことじゃないだろう。どこかと比べてるわけじゃないけれど。それじゃあ俺は次の現場があるから送ってあげられなくてごめん。また明日な。さてうちらも行こうか。どうしたの？楽屋の外に誰かいた？今のはまさか。やっぱりあそこにおるんは例の俳優さんやな。仕事終わりっぽいけど。本当だ、せっかくだしご挨拶していこうか。何言うてんの、ルイちゃんの唇奪おうとしてるうちらの敵やんか。うちらのって一括りにされてる。俳優さんが奪いたいんじゃなくてそういう CM なだけ。細かいツッコミはええから、こうなったらプラン B 追いかけます。ねえ、やっぱりやめておこうよ。尾行して不祥事の決定的瞬間を取るなんて。いや、やめへん。これはうちがやらなあかん仕事。スミレちゃんは帰っとき、手と心が汚れてまうから。いや、私がついてきてるのはユウちゃんが暴走して罪を犯さないよう監視。あの横断歩道を渡ってるおばあちゃん大丈夫かな。ゆっくり歩いてるけどもうすぐ信号変わっちゃう。ほんまやな、尾行は一旦やめて手伝いに。いや待って、さっきの俳優さんなんや声かけてる。そっか、一緒に渡ってあげてるんだ、車が飛び出してこないように。いい人なんだね。せやな、いい人やったんやね。もしかしてうち大きな間違いをしてたんやろか。うん、そうだね。罪を犯す前に気づいてもらえてよかった。でも改めてゆうちゃんがるいちゃんのことを本当に大切に思ってるんだなって分かった気がするよ。せやな、るいちゃんはほんまにうちの特別な人。それこそ練習生時代にはな。まさかうちが誰かのためにチョコを手作りする日が来るなんてな。さてさて、ルイちゃんはどこに。あの天童さん、これ受け取ってください。ずっと尊敬してたんです。あの子は後輩の。うちが一番に渡そう思ってたんやけどな。ありがとう。でも私チョコは控えてるの。カロリーや糖質には気をつけてるから。え、そうですよね。ごめんなさい。そうや、ルイちゃんは誰よりもストイックで誰よりも体調に気をつけてる。そんなことも意識しないでうちは浮かれて、手作りチョコなんてただ迷惑なだけやんか。あれ、ユウ、どうしたの、こんなところで。いや、その、なんでもないです。そういえばうち予定が。それじゃあまた明日。あ、待って、ユウに渡したいものがあるの。これ受け取ってくれるかしら。出来合いしか用意できなかったんだけど。チョコレート、それうちにくれる。なんで。なんでってバレンタインデーじゃない。大切な人にチョコを贈る日でしょ。ユウは大切なライバルで大切な仲間だからね。ルイちゃん、あのな、うちも渡したいものがあるんです。その後、うちのチョコだけは受け取ってくれてな。ああ、うちらは相思相愛やなって思ったんよ。
その頃のゆうちゃんはまだ純粋だったんだ。なんだかすごく素敵なお話聞けちゃったな。その頃ってのが気になるけど、せやろ。もちろん今後るいちゃんの前にめっちゃ素敵な人が現れたら応援してあげたい。でもうちがトリエルの一員としてそばにいるうちは、厄介な人間は誰一人近づけさせへん。たとえそれがうちの愛の押し付けであっても、るいちゃんのトリエルのためになるはずやから。ゆうちゃん、ごめん、私も間違ってたかも。そんな思いがあってゆうちゃんはるいちゃんの唇を守ろうとしてたんだね。そういうことなら私も誓いを立てるよ。二人目のるいちゃんの唇守りたい隊員として。すみれちゃん、なんて心強い。よし、メンバーは揃った。明日からの活動さらに力入れていきましょう。今日は二人だけの決起集会や。おお、